お菓子来ましたね。さあ、お菓子は食べていいんですか、いけないんですか、こういう議論します。あちゃーなんつってね、やっぱり缶チューハイにはポテチが合いますからねというね、じゃがりこ合いますねーのね、ポッキーは至高みたいなね、ぬるいね、タケノコ派キノコ派みたいなね、やっぱりお菓子やめらんない、これもう分かります、僕も大好きですもん、美味しいよね。ケータリングにまあテレビ局とか行ったらお菓子並んでましたわ、なんかいいかなーなんて思って食べたらね、もう定番だから舐めてるんですけどね、定番のやつだろ、もう知ってるよ、子供の頃から食べてるのこれうまみたいなねいつ食べても美味しいよね、パイの実なんて最高だよね、うーまってね、もうチョコ関係もスナック関係も最高ですよ、どうですか、ブーダメだよ、ダメに決まってるだろ、なんで提出してきた、なんでワンチャンいけると思ったんだよ、今の流れでいけるわけないだろ、適量ならいいですかじゃないんだよ、そういう授業じゃないんだよ、食べちゃいけないんだよ。ウェブコミュニティプログレス、毎朝1時間の生配信と週2回の授業観覧、終わらない学園で仲間と出会える、詳細は概要欄のリンクから。私はあなたを待ってます。聞く YouTube 大学 in ボイシー、前後編ノンストップでバックグラウンド再生も可能、移動中や作業中のインプットに最適です、概要欄のリンクからどうぞ。カードゲームゼロ、10種類のカードが高度な心理戦を生み出す、分かりやすいルールで2人から5人までプレイ可能、頭脳を駆使して勝利をつかめ。